ここですね、えー。社会がホワイト化していって芸能人とかがまあまあどんどんホワイト化していくんだったらですね本音とか本質っていうのはネットで解放されるのかどうかっていうことなんですけども逆だと思うんですね2チャンネルとかツイッターで今起きてる変化なんですけどもですね特にツイッターですねあの不機嫌な人いつも不機嫌な発言する人とかですね、えー、そういう 人がミュートされてるということですね。多分本人気が付いてないんですけど、当たり前なりつつあるんですね。あの僕らスマートニュースとかを見るときに、関心がない記事っていうのを飛ばしていって、この記事にあの興味がありませんっていうのをやるじゃないですか。そうするとどん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 自分が見る記事っていうのが自分向けにカスタマイズされていくと。で同じようにですね。 ニュースをやってない人はそんなこと全く気にしてないんですけども普通の人もでもどん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 そういうニュースを見るときに自分に関係ない興味がないものは見なくなってるんですねで同じようにツイッターとかを見る時でもですねまあ半分ぐらいの人がですねミュートされてる人は気がつかないんですけどもですねみんな SNS の掃除やってるんですよ。 それは何だろうな、机の上に汚いものとかがあったら片付けるのと同じように日常的に嫌なことをつぶやいたりネガティブなことをつぶやいたり誰かの悪口を年から年中つぶやいてるような人たちっていうのを当たりそのミュートっていうのは、最初恐る恐るやってたりやってる人にバレたらどうしようだからみんなブロックはなかなか使わないんですけどもミュートっていうのがやってることがバレないと分かった瞬間に,です、ね、徐,々に徐々に、 なんだろうな割と知り合いの人でも発言をミュートしたりですねフェイスブックであればその人の発言をですね30日間表示しないようにするということは当たり前にやってると。でまあ,あの見えない化する。あのー何年か前の 流行語で見えるかっていうのがあったんですけど、普段だったら見えないもの、をあえて見える化することによって、仕事の効率が良くなったり、物事の本質がわかるっていうのがあったんですけども、今、逆なんですね。見えない化するんですよ。嫌なものを見えない化すると、その嫌なものというのは何なのかっていうと、ネガティブな感情になるような発言とかツイートのことなんですね。これをだんだん、だんだんミュートするようになってきてるんですね。なんでかっていうとね。 そういう人の発言って一見面白いように見えるんですけども毎日毎日そういうふうなものが見てると疲れてくるし落ち込む時もあるからなんですね。で僕ら、らら、外から帰ってきたら当た当り前のように手を洗うじゃないですか。で手を洗うようになっておかげで去年から今年にかけてインフルエンザで死ぬ人っていうのは本当にインフルエンザにかかった重病になる人は死ぬ人っていうのは激減してるんですけど。 なんだかんだ言ってコロナ戦争で日本人の健康度ってちょっと上がった部分があるんですね上がったといって構わない部分があるんですよ。それぐらいですね手洗いうがいっていうのは絶大な効果でマスクをするっていうのも絶大なな効果なんですよで。メンタルにもこれが適応できるというのが分かってきたんですね。なので メンタルで自分をネガティブな気持ちにさせたりそういうふうな発言をミュートするとか見ないようにするということはですね心の中にメンタルにウイルスが入ってこないようにブロックしちゃうわけなんですからそれをですねちゃんとやってるとメンタルヘルスっていうのが比較的保ちやすいわけですよね。あの今、国民病ととしてうつというのがあるんです わけですからそういうふうにならないようにみんな自衛手段やってるのが当たり前なんですよ。で、まだですね、えー、人の発言をミュートするとかブロックするっていうことに関して公に言ってないのでやってる人はやっていてそれをですね言ってない状態なんですけどもかなりすする人はしてますよね。もちろん体力がに自信がある人は手を洗わない人もいますし。 別に体力に何だろうな自分さえいい人だったらマスクしない人はいくらでもいますよねそれと同じようにですねそのメンタルに自信がある人は別にミュートすす必要はないんですよ。それは全然あの多分ないんでしょうけどもですねところがでも誰でもそうというわけではいかないので心の中に変なウイルスが入ってこないようにです、ね、嫌な発言とかです、ね、不穏な発言ですねそういうふうなものをどん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 ミュートするようになってきた。で 汚いけど美味しい店っていうのが、今はなくなってきている。拒否、あの、否定されているというのとつながっているんですよ。あの汚い言葉だけど、本音ってあるじゃないですか。それはね、嫌われているんですね。どん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 嫌われるようになっている。汚いんだけど、本当っていうのが拒否されるようになっている。あのおじさん、おばさん世代のノスタルジーになっちゃってるんですね。おじさん世代、おばさん世代っていうのは、基本的にこの価値観だったんですね。 えー、汚いものに本質があると。世の中の小綺麗なものっていうのは嘘であって顔が綺麗で発言が綺麗な人っていうのはどっか嘘臭くさくて偽物であって本質は何かというと汚いところに本質があると思ってたからこそ汚い美味しい店をみんな探してたし。 あと社会の,あの,なんであの流行るドラマもですねなぜか昔のドラマを見たらやたらですねダサいおじさんとかですねそういう人たちが主人公のやつってあるじゃないですかあれなんでかっていうとあのおじさん世代おばさん世代ですよね昭和30年代40年代生まれまでの人たちっていうのはどうしてもですねそういう汚いもの綺麗なものには嘘があって汚いものに本音があるっていうふうに 考えちゃうからなんですね。なのでですね。なのでっていう接続詞では繋がらないんですね。ちょっと前に分かった事実で、ネットで荒らししてる人とかネット業はおじさんが多い。実はおじさん世代が多いというニュースがあったんですけども、そういうニュースが流れる前、みんなですね、ネットで荒らし行為してるっていうのは若い人だと思ってたんですよ。若くて教育があんまり行き届いてなくて元気なだけの若者が、なんかこう無教養な若者がですね。 日手で友達もいなくてニートな若者が嵐行為やったりネット運用になったりしてネットに悪口書いたりなんかこうあのひどい発言のリツイートしてるっていうふうに思われてたんですけどもところが実際に調べてみたらですね嵐行為をしてるっていうのは圧倒的に40代以上の,です、ね、あの中年男性が多かったとそれもちゃんと仕事してる人が多かったんですね。でなんでかと これ、あの意外な事実まで分かったんですけど、じゃあなんでかっていうのは分かって、あの、誰も言ってなかったんですけど、シンプルなんですよ。汚い言葉こそ本音だと思ってたからですね。この40代、50代以上の男性っていうのは、自分が言っている何々死ねとか、あの、なんだろうな、こ,この奴らはクズだとか、人間のクズだっていうふうな。 そういうことを言うことが社会の本音であり、それを言うことが正しいというふうに思ったんですね。綺麗な建前みたいなものは排除すべきで。そういうふうなものが世の中を悪くしている、住みにくくしている。 世の中をガチガチに固めてる。そうじゃなくて、汚い本音みたいなものの方が、世の中を生きやすくしてるというふうに思っている人が多かったので、なので40以上の吉本芸人は、あんなに長渕剛を褒めるわけですね。長渕剛みたいな。でも最近の長渕剛、いい加減清潔なんですけどもですね。<laughs> ところがその40代、50代のおじさんの中の頭の中の長渕剛っていうのは、なかなか不潔なんですよ。実際の長渕剛さんは、かなり清潔なんですけど、でも頭の中の長渕剛っていうのは、 まだ不潔で汚くて使ってる言葉も荒々しくて世の中の本音に近づいてるように考えちゃうわけですね。 でこの世代30代4、まあ、40代以上はですね汚い言葉こそ本当だ本音だと考えちゃってるのでそれがやっぱ2チャンネル文化でもあったんですねでツイッターでもやっぱ同じことを繰り返してるんですねまだ気持ちだけは若いつもりのおじさんたちがですねツイッターでですね、あのーまあ、何かあった時にですね死ねとかですねそういうの発言をするっていうのはやっぱおじさんたちが多いっていうのはこの汚い言葉 は本当のことであって社会の本音であってみんな言わないだけで心の中で思っているというふうに思うだからミュートされちゃうんですけどねこういうふうな人たちはしかし今のドラマの主人公はですねもうみんな綺麗で清潔なんですよもう俺たちの旅の時代じゃないんですね綺麗 <laughs> で清潔なキャラは嘘くさいっていうイメージが逆転しちゃってるんですね本音は美しいになっちゃったんですよ。おじさん世代の 汚いものこそが本音だっていうんじゃなくて、逆転して本音は綺麗だっていうふになっちゃってるんですね。これがあの現代の価値観変化なんですけど、だからねあの紅白歌合戦が盛り上がらないんですよ。年末の紅白歌合戦、僕久しぶりにあの頭からお尻まで見て、時々寝たりして見たんですけど、まあ見事に盛り上がらないと。なんでかっていうと年配の人が好きな 紅白歌合戦の,のおじさん世代おばさん世代の好きな歌の歌詞っていうのは社会の底辺なり不倫の果てであったりしたところでの人の心を歌おうとするんですけどもところが若い世代に受ける曲というのは悩みとか本音まで全部美しいんですね。 励ましであったりですね、その思いであったりがまっすぐであって届いてくれみたいなやつですね。やたら美しくキラキラしているものとなんかこうドロドロしてなんだろうじっとりしているものとかですね、同じ番組内でですね、歌というカテゴリーでこう出ちゃってるからですね、全然盛り上がらないわけなんですけども、ということで,ですね、あの本音が美しいはずだに現代はなってるんですね。だからあの不潔なものとか発言は 体とか気持ちに入れないようにすると、手洗い、うがい、マスクと同じく、怒りっぽい人とか、発言から自衛しないと危険だですね。あの自衛してないと、その怒りっぽい人とか、不満を抱く人とか、不満をいつも口にしている。ツイッターでつぶやいている人をですね。自分に近づけちゃうと、不要に近づけちゃうと、ですね。電車の中でオイルを撒いたりですね。雑居ビルに火をつけたりするような。 そういう人、危ない人の予備軍であるというふうに思われているわけですね。いつ殺されるかわからないのでですね、みんな距離を取るようになってきてるわけですね。えー、ポジティブで明るい人こそ健康であって、ですね。ネガティブで不安の多い人はですね、不健康で不潔イコール危険だと考えられるですね。大変ちょっと。 なんかね、あの自分のことととをネガティブだ思思ってる人多いと思うんですよでこれ聞いたら自分は生きていけないその世界で生きていけないと思うかもわかんないんですけども違うんですよ。今皆さんが思ってる「あ俺ってネガティブだ私ってネガティブだいつも不平不満言ってる」っていうのはもうかなりね清潔になってる状態なんですね。